イギリス本国では産業革命が進展して産業資本家が台頭すると、彼らは東インド会社によるインド貿易の独占に強く反対するようになりました。その結果、東インド会社は1813年に茶以外の貿易独占権を廃止され、1833年にはインドに対する商業活動が全面的に停止されました。またインドの植民地化が進み、経済状態が悪化すると、イギリス支配に対するインド人の不満が高まり、1857年にシパーヒーの反乱が起こりました。しかし結局この反乱はイギリス軍の前に壊滅してしまいます。ムガル皇帝は翌年廃位させられ、ムガル帝国は名実ともに滅んでしまいました。1858年、本国政府は東インド会社を解散してインドを直接統治し、さらに1877年にはビクトリア女王がインド皇帝を兼ね、直轄領と藩王国からなるインド帝国が成立しました。しかし19世紀末から軽工業を中心に民族資本家が成長し、西洋の教育を身につけた知識人も増え、再びインド人の反イギリス感情が高まる中、その歴史は新たな段階に入っていきました。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。東京横浜で家庭教師をやっておりますので、興味がある方は概要欄からメールをしていただければと思います。それではまた。